皆様、こんにちは。杉村と申します。この動画では、初めてのタブローと題しまして、タブローで行う計算にフォーカスを当てて解説をしていきたいなと考えております。まず、初めてのタブローシリーズですけれども、去年のですね、11月にこれでわかるタブローデスクトップハンズオンという1時間半の動画を出させていただきました。 こちらを通して、まずタブローで行うデータへの接続であったり、データのリレーションシップ、そして可視化ですね。4つのシートを組み合わせてダッシュボードを作るところまでご紹介をさせていただきました。もしこちらをまだ体験されていない方はですね、ぜひ見ていただけたらなと思っております。 で今回、この計算にフォーカスを当てて、動画をですね、撮っていきたいなと思った理由というのが、この動画では4枚のシートを、基本的にはドラッグドロップの操作で、GUI の操作でですね、完結できている動画なんですけれども、次にタブローのユーザーの方がどういったポイントにつまずくかなと、 というところを考えたときに、接続したデータにはですね、ない変数ですね、計算式を新たに作成をして、タブロー上で可視化をしていきたい。そのようなニーズが次あるのではないかなというふうに考えております。多少計算式ということで、関数を利用していくということですね。すべて まあ接続されたデータの中に欲しいデータが入っていれば、あとはですね、それをドラッグアンドロップの操作で可視化していけばいい,いいわけなんですけれども、やはり新しい変数を作っていくっていうケースがあるのではないかなと思い、この動画を撮っております。で今回、この計算の録画でですね、利用させていただくワークブックなんですけれども、こちら、計算 と言われる、過去ですね、ライブトレーニングリソースということで提供されていたこちらのワークブックを使っていきたいなと考えております。こちら YouTube 動画のリンクのところにですね、こちらの URL 貼らせていただきますので、こちらをコピペしていただいてでアクセスいただいて、そしてこちらの 計算の演習ワークブックと演習後のワークブックをダウンロードいただきながら、まあ、私の動画も見ながらですね、お手元で演習ワークブック開いて、まあ、一緒に解いていただけたらというふうに思っております。そうしますと、こちらですね、開いていただくと、このようなワークブックになっております。では、早速ですね、タブローで行う計算、 の解説をしていきたいなと思います。もし、まあ、解説のスピードが遅いというふうに感じられる方は YouTube を1.5倍から2倍速に変えていただきながらですね、ぜひ見ていただけたらと思います。まずはですね、集計と非集計という考え方をご紹介していきたいなと思います。 まず簡単に左から行 ID を落としてみてください。こちらはすべてのメンバーを追加していきます。そして利益ですね。こちらをまず ABC のところに落としていきます。前回の復習ですけれども、ここの列に落としますと、列方向に対してですね、軸を切ってくれるということで棒グラフを で、可視化をしてくれますが、これ取ってしまって、ここに落としますと、テキストにですね、入ってきます。ここに落とすのとですね、この、もう一度落としますけれども、この ABC に落とすのと、まあ、ここのテキストに落とすのは全く同じですね。そして、こちらも、売り上げをこのように落としていくと、メジャーネーム、メジャーバリューというものが作られまして、 テキスト表ですとか、棒グラフ、ビューを作成したときに2つ以上のメジャーといわれる連続的な値をですね、集計、可視化するときには、複数の値をまとめるメジャーバリュー、メジャーネームというものが使われます。ここまではあの単純なテキスト表の解説だったわけなんですけれども、 ここからですね集計と非集計のトピックに入っていきます利益と売上というものを今集計してますがこの下三角から計算フィールドというものを作成していきますよくですねタブローの初めて触られた方はどのように新しい式を ま変数を作っていけばいいんですかというご質問をよくいただくんですが、この下三角から計算フィールドの作成、もしくは使用するこの列ですね、フィールドの値の上で右クリックをいただいて、作成で計算フィールド。こちらを選択すると、その使用するであろうフィールドを含んだ形で、計算フィールドの式をですね、 え、出してくれます。まあ、こちらから選択するとブランクですね。で、え、まずですね、え、こちら、え、利益、割る、こう、リッと入れますと、予測でですね、え、この利益を左から持ってきてくれます。割ることの、え、ここ書いてもいいですし、え、こちらからドラッグして落とす、 で、も構いませんで、えー、この利益割り売り上げですね、えー。こちらは利益、括、え、弧、ー、非集計ということでまとめていきます。はい。えー、そしてもう一つ計算式作っていきます。えー、次はですね、えー、こちら計算式の名前から書いていきますけれども、利益、集計ですね。 そして、こちらは、書いても、次はサムって書いてもいいんですけれども、このように、ここまで SU まで入れると、予測変換でここまで出てくるので、エンターを押すと、このようにカッコ出してくれますが、今回はですね、書くのではなくて、ここからドラッグして落としてみたいと思います。そうすると、合計利益ですね。合計売上げということで、 このビュー内で使われている値というのは、計算式のフィールドにですね、ドラッグすると、そのまま再利用することができるので、計算式を作るときにも、1から書かなくても、こういったメジャーバリュー、色、サイズ、テキスト、フィルター、列、行に使われていればですね。あ、失礼しました。フィルターはあのドラッグして落とせないですね。使える。 ということなので、ぜひ覚えておいてください。今回はこのメジャーバリューから合計利益割ることの合計カッ売上げで、利益カッ集計とします。で、今回ですね、この式と先ほどの式、まあ、少し覚えていらっしゃるかわかりませんが、見比べていただくと、この sum カッでくくっているか、 くくっていないいなかと,いうことになりますで、こちらは非集計ですね。SUM、つまり合計で集計をして割り算をしているか、SUM でサムでくくらずに非集計で計算をしているかという違いになります。では、この 計算式のですね、それぞれの結果を見ていきますが、その前に利益集計、利益確保、非集計の上で右クリックしてですね、2つ、まあ、それぞれ1つずつでもいいですが、まあ、シフトを押しながら2つ選択して、規定のプロパティで数値形式、まあ、1つ1つよりも2つ一緒にやってしまった方が便利だと思います。まあ、小数点第2位までにしましょう。 で、この利益、まず非集計からにします。非集計を入れます。そして集計を入れます。で順序は利益の下に売上を持っていって、利益、売上そして非集計、集計にしましょう。このように見ると、全く同じ値が算出できているということが確認いただけるかなと思います。 ですので、どちらでも変わらないんじゃないかと思われるかもしれませんが、次ですね、ちょっと違うポイントで見ていきたいなと思います。その違うポイントと言っているのは、別のこの切り口ですね。見ていきます。地域です。先ほどは行 ID で見ました。次は、 この演習ワークブックの次のシートに移動していただいて、地域をドラッグドロップして、そして利益を入れましょう。そして売上を入れていきましょう。そして利益の非集計を入れます。この、ここに入れてもいいですかど、ここで入れて落とします。集計を入れます。はい。こちら見ていただくと、すごい値が算出されているということが、 まあわかるのではないでしょうか。えー、こちら、非集計の方は、まあ、100%をですね、えーまあ、大きく超えてしまってますね。その前にこちら、利益になってますが、率でした。はい。変更しておきます。はい。えー、この非集計は、まあ、ちょっと計算がおかしいですね。で、利益率集計の方は、 うまく値が取れている、計算できているということが確認できるかなと思います。で、この利益率確保集計の16.66%というのが、この利益と売上を割った結果というのが、利益率確保集計で算出ができているということになります。では、ここで、えーまあ、疑問、 なんですけれども、利益率括弧非集計の場合、なぜこのようなことが起きてしまったのかということがをあの解説していきたいなと思います。こちらの隣のですねあの、集計 vs 非集計括弧図っていうものを開いて見ていただきたいなと思うんですけれども、この利益割る売上げの場合っていうものを見ていただくと、 この非集計の場合はですね、つまり集計せずに、行、各行で計算を行っているということになります。ですので、売上が100、利益50、利益率50%ですね。これは当然です。各行で、非集計で計算をして、その結果をですね、合計しているんですね。 そうすると80、80%ですよねということになります。なので、先ほど3万とかあったと思うんですけれども、各行でその利益率計算して、その利益率を足しているので100、100%を優に超えてしまう値が算出されてしまっているということになります。 一方で、このサムかっこ利益割るサムかっこ売上げの場合は、どういうふうにですね、計算を行っているのかと言いますと、それぞれの値を行で計算するのではなく、一度集計をしています。一度集計をしているんですね。そうすると、こちら350。 そして、こちらは85ということで、85÷350 ということでまあ25、225%の利益率でしたね、ということがわかるということになります。これが集計で計算を行うか、非集計で計算を行うかということになります。つまり、もう一度、あの、 しつこいかもしれませんが、非集計というのは、つまり集計をせずに計算をするということになりますので、各行で計算してから集計する。一方で、サムでくくりますと、集計関数といわれる集計計算を行ってからですね、割り算を行うと、それぞれの列で集計してから割るということになるので、正しい値が算出できていたということになります。 こちら非常にですね、これからタブローで計算式を書いていくときにですね、非集計で計算を行うのか、集計で計算を行うのか、非常に重要なポイントになりますので、ぜひ身につけて理解していただけたらなと思います。で、これを理解していただいた上でですね、なぜまこちらでは同じ値が算出されていたのかというポイントに。 ですけれども今回のデータ、接続したデータをですね、中身見ていきたいと思います。開いていくと、今回のですねテーブルのデータの流度を確認していきたいなと思います。今回のデータの流度、データの流度といいますか、1レコードがどのように構成されているのか見ていったときにですね、 えー、こちらだと、まあ、ちょっとわかりづらい。あ、わかりますね。えー、行 ID が行に入ってると思います。えー、行 ID ごとに、す、え、べ、ー、てですね、1レコードで入ってるんですね。1レコードで入ってます。えー、まあ、ちょっと他のシートでですね、私の画面では、新しいワークシートをこちらで作成して、まあ、皆様も、あの、 見ていただいても構いませんけれども、行 ID 入れて、このレコード数っていうものがあるので、このように見ていくとすべて1ですね。高さを合わせるとすべて1です。例外なくすべて1。つまりどういうことかというと、行で行行でですね、こちら計算を行った場合の非集計と、 この利益率確保集計とは言いつつも、結局はですね、その集計の単位は行 ID になるので、いわゆる行のレベルの計算と全く変わらないということになります。ここ少しわかりづらいかもなという気はしますが、行 ID で見たときに1ですねと。そして利益と売上がここにありますねと。 いったときに、えー、非集計だと行レベルなので、ここで計算しますよね。で、集計の場合も、結局は行 ID っていうのは1レコードしかないので、こことここで、あのー、サムをしてですね、サムと言いつつも結局は1レコードです。で、計算してこの値が出ていると。なので、まあ、データのその集計の流度を考えたときに、全く同じ値が出ているということになります。 一方でこちらのエラーになった式を考えるとですねこの関西という単位で集計しているわけなんですけれども行レベルで計算利益率を計算した後に関西という単位でそれをサムで合計しているということになるのでこういった膨大な値が算出されてしまっているということになります。 その証拠にですね、この利益率の非集計、も改めてこう入れていきますけれども、そうすると、あ、入っているので入れられないですね。非集計の計算式の場合にはですね、その後、デフォルトではサムで集計されるんですね。で、一方で、利益率集計を見ていただくと、もう集計になってますよね。ここ集計括弧で、クリックしても、 サムでくくられてませんそれはなぜかというと、もうサム利益割るサム売上げということで、集計されているので、まあ、さらに SUM でサムで集計する必要はないということを、この式は意味しています。ちょっと余談になってしまいましたが、この利益率括弧集計というのは、これどういうことかというと、地域、関西地方という単位でですね、 これ、もう一度データ見ていきますが、えー、そうですね。こちらの式の中に関西ってありますね。えー、関西、まあ、ここにも関西ってありますねで。もっと下にも、今回1万レコードあるので、もっとあると思うんですけれども、この関西という単位で、まず、行レベルで集計するのではなくて、 ちょっと見失っちゃいますけれども、例えば関西のレコードがこれとこれだったとします。その時には、この売上と利益というのを、まず列レベルで集計をしてから割り算しましょうねということを行っているので、うまく正しい値が算出できているということになります。 なので、ぜひ集計と非集計のその計算方法の違いというところと、どのような単位でですね、データの流度、単位で集計を行っているのかというところはぜひ考えながらですね、見ていただけたらいいのではないかなというふうに思います。はい。ここまでが集計と非集計という考え方でした。 次にですね、表計算の考え方、使い方をご紹介していきたいなと思います。この表計算というのは、エクセルでもよく使われるものになるので、馴染みのある計算方法かなと思います。こちらから例えば、地域を入れていただいてですね、そして列にはカテゴリーを入れます。 えー、そして、えー、ここではですね、集計の値は売上げにします。売上げをこのテキスト表に入れていきます。でテキスト表になりました。でこの表計算で行うのは、えー、この関西地方では家具、家電、事務用品、それぞれ売上げこれだけですと。 で、カテゴリー別の売上げの割合を見たときに、事務用品では、この全体の売上げのうち、何パーセントを売り上げてるんですかというのを、まず売上げを集計してから、さらに、表計算、つまり、この表内で計算を行う行為を表計算というふうに言いますけれども、その表計算機能をご紹介していきたいなと思います。タブローでは、 あの、ま、表計算というと、また計算フィールドでま書いていくのかなと。ま、もちろん書いていくこともできるんですが、この合計売上という下三角をクリックしていただいて、もしくは右クリックですね。見ていくと、簡易表計算というものが用意されております。これ非常に便利な機能で、あの、使いこなすとですね、ま、計算、 で、書かないといけないというところも減ったり、えー、減らすっていうことはできるんですが、えー、今回はこの合計に対する割合というものをですね、えー、選択していただくと、えー、このように、まあ、先ほど得たかった、えー、関西地方での事務用品の、えー、カテゴリーの合計売上げの割合というのが、えー、算出することができます。 こちらですね、横方向に今回タイトルの通り100%で計算を、割合を見ているんですけれども、このアナリティクスというところをクリックしていただいて、合計で行総計にすると、確かに横方向に対して100%で計算してますねということがわかります。このアナリティクス合計をもう一度 ここを入れて、列総計で見ると、まあ、平均何パーセント家具では売り上げて、各地域ごとを見たときに売り上げているのかというところがこう算出できるわけですね。で、ここで、間表計算というものが便利な機能としてあるというところと、ぜひ覚えていただきたいのが、この表計算の間表計算のですね、 この合計に対する割合。他の計算も同様なんですけれども、デフォルトでは横方向に対して計算を行うというのが、まず初期設定になっています。というところですね。つまり、どういうことかというと、この横方向だけで計算したいのではなくて、縦でこう計算したい。 っていうう場合もあると思うんですね、えー、例えば、まあ、家具の売り上げで見たときに、えー、各地域ごとに何パーセントを売り上げているのか、えー、家具が最も売れているエリアってどこなのかというのはこの計算方法では得られていないということになるので、えー、それをどのようにやっていくのか、えー、お見せしていきます、えー、このシートで覚えていただきたいのはまあ 改めてになりますが、簡易表計算の機能。そして、デフォルトでは横方向に、表の横方向に対して計算するということになります。このツールヒント内を見ていただいても、わ、えー、かりますね。表を横に沿った売上の合計のパーセントということになります。では、次です。表計算括弧、表アンダーバー下のシートを選択してください。 また同じシートですけれども、地域、カテゴリー、そして売上をドラッグドロップで入れていきます。そして次ですね、この合計括弧売上を簡易表計算で合計に対する割合です。アナリティクスでもう一度行総計、そして列総計で見ていきます。 ここまでは前回やった振り返りでした。それでは計算の方向を横から下に変えていきたいと思います。この合計確保売上げの下三角、その前にですね、ぜひこちらも覚えておいていただきたいのは、表計算を行うと、ここのフィールドですね、に三角、 マークがつきます。これは何やってるかというと、表計算を行ってますよという意味ですね。で、ダブルクリックすると、アドホック計算ということで、まあ、計算式の中身を見ることができるんですけれども、トータルサム売上げで、分子がサム売上げということで、合計に対する割合、分母をトータル関数を使って計算しているということがわかります。まあ、これは、あの、ちょっとしたアドホック計算と言われる。 計算式の中見れますよというご紹介ですね。で下三角クリックしていただいて、えー、まあ簡易表計算を見ていただくと確かに合計に対する割合ですねと。そして次を使用して計算というものを見てください。これを見ていただくと、表横方向に計算しているとあります。これを下方向に計算することによって、 下方向に対して100%の割合で見るということが、計算の切り替えができますね。これも非常に便利かつ必須の機能となるので、ぜひ覚えてください。表計算はデフォルトでは横方向に計算をしますが、間表計算を行う計算方向の向きというものがあるということになります。 切り替えていただくと、表下に沿った売上の合計のパーセンテージに変わっているということがわかります。ここまでやっていただいた方は、改めて合計括弧売上の下三角をクリックしていただいてですね、こちらをご紹介していきたいなと思います。表計算の編集ですね。 えー、この次を使用して計算でもちろん切り替えることはできるんですが、えーま、ちょっと理解しづらいというか、ま、横ってどこで計算しているの、ま、横方向なのでわ、えー、かるかなという気はするんですが、えー、この表計算の編集を見ていただくと、えー、ハイライトでですね、ま、どこの方向に計算しているのかなというのを、えーま、切り替えながら見れるという 方法になりますこれは表計算のですね、今回は地域とカテゴリーという非常にあの、まあ、シンプルな2つのクロス集計表で見てますので、まあ、理解しやすいわけなんですけれどもより複雑な表計算でどこの値の範囲を表計算の範囲とするのかというのがわ、まあ、かりづらくなった時にはこのハイライトを使いながらですね え、切り替えて見ていただく、えー、というのをですね、まあ、おすすめしたいなと思います。で、横だけではなくて、えー、下があったり、えー、表全体に対して、えー、各ポイントで、まあ、ここを100と見たときに、えー、合計の割合というのを算出することができるということになります。まあ、今回は、表下の設定にしておきます。はい。えー、こちらがですね、 簡単ではありますが、簡易表計算、表計算のご紹介になります。この簡易表計算につきましては、累計を見たりとか、あとは線グラフの時には、時系列で見た時に前月差ですとか、前年差ですとか、また差の割合ですとか、あとは移動平均を計算したりということで、 ビュー内で集計された結果をさらに、集計して、計算する、行為を、簡単に行うことができますので、ぜひ覚えてください。はい。それでは次のシートに行きたいと思います。はい。こちらではダッシュボードで、それぞれのシートを作成していただいたときにですね、 それぞれの計算の方向が違いますよねといったところの確認になりますね。それでは次のシートに移っていきましょう。こちらの計算、表計算、マニュアルですけれども、このマニュアルと言っているのは、その先ほどの簡易表計算ですね。非常に便利な、強力な機能です。自動的に計算を行ってくれるんですが、 まあ、マニュアルでですね、まあ、計算フィールドから表計算関数を使うということもできます。えー、こちらを使うことによって、まあ、簡易表計算でカバーされてない表計算機能も使えますので、えー、こちらをご紹介していきたいなと思います。えー、次はですね、こちらの表計算マニュアルのシートを見ていただいて、えー、顧客名を入れて、そして売上を、えー、列に置いて、 それぞれぞ集計して、いきますそしてこの合計売り上げを入れましたら、こちらのですね、公順に並び替えボタンを押してみてください,、はい。そして、ここで見ていきたいのが、1人当たりのお客様で売り上がった売り上げの平均 1>, とですね、1人、そのお客様の売り上げを比較したときに、まあ、そのお客様の売上というのは、1人当たりの平均売上よりも高いのか低いのかというところを見ていきたいなと思います。こちらの下三角から計算フィールドを作っていきます。その計算方法ですが、合計カッ売上を列からドラッグドロップで落としていきます。 え、引くことの WI と入れていただくと、ウィンドウアベレージ、ウィンドウコリレーション、ウィンドウカウントといったウィンドウ関数と言われる表計算機能、関数を使うことができます。このウィンドウアベレージをクリックして、まあ、マニュアルで書いていただいてもいいですけれども、使っていきたいと思います。はい。で、関数の 使い方については、こちらの三角マークから関数リファレンスをですね、見ていただいて、表計算どういったものがあるのかなと見ていただくことは可能になっています。今回使っていく式はウィンドウアベレージですね。この表内の集計された値の平均を取るという計算式になっています。ですので、このウィンドウアベレージのカッコの中にサム売り上げを え、入れていきます。集計された結果に対してさらに表計算関数でくくって表計算とするということですね。え、これ、ここでわかる計算は、え、そのサム売上げを、え、ビュー内のサム売上げの平均で引くことによって、売上げ平均の差がわかるということになります。で、え、この まあ、サムは改めてですけれども、集計計算を行っているんですね。で、その集計の単位というのは、お客様ごと、一人当たりの顧客ごとに売り上げを集計して、そして、ビュー内、表内の売り上げを平均して、それを引くということになります。ちょっとしつこいかもしれませんが、集計の考え方、また、どの単位で集計しているという かというのをですね、意識していただくと、えー、この、まあ、何を自分は行っているのかというところを理解しやすくなるかなと思ってですね、まあ、ちょっと繰り返しになりますが、えーえー、繰り返し、えーまあ、述べさせていただいております。でこの売上平均の差を入れてみてください。でそうすると、えー、このようにですね、まあ、おそらく平均 この売り上平均の差をですね、このすべての色に落としていくと、平均に満たしていないところはどんどんオレンジになるような形で可視化することが可能となります。また、よりわかりやすいように、 このアナリティクスに切り替えを行っていただいて、えー、リファレンスラインですね。えー、を表の合計確保売上げのビューに引いていきます。で、えー、これがこれ、これもですね、あの表内の、えー、集計された値を、えー、さらに平均値で取ったり、まあ、最大値で取ったりとかですね、ここ最大値ですね。 え、取ったり、また中央値で取ったりっていうことができる、まリファレンスラインと言われる便利な機能なんですけれども、え、これを、ま平均で見ていくと、まここラベル値とかですね、え、ま計算ということで何の集計を行ったのかっていうところを見れるわけなんですが、見ていくと、この平均値との、このラインとの、その、 各売上の差をですね、ここで算出してくれているということになるので、まあ、どんどんラインに満たしていかないところはこうマイナスに触れていくっていうところがわかるかなと思います。はい。今回はこの表計算（マニュアル）ではですね、一、まあ、つのウィンドウアベレージと言われる便利なその表計算の平均を集計する関数をご紹介させていただきました。 が、よくですね、ルックアップの関数であったり、あとはランクの計算であったり、あとはそうですね、相関係数の計算であったり、ウィンドウスタンダードデビエーション標準偏差を返すという計算式であったり、 まあ表計算関数、非常に多くのものが使われて、用意されてますので、ぜひ用途に合わせてですね、使ってみていただきたいと思います。はい。それではここまでですね、簡易表計算による自動的な計算、そして表計算の計算の向きを意識していただくということ、また簡易表計算で用意されていない、 ものに関しては、表計算関数を使って、計算フィールドで計算するといったところをご紹介させていただきました。次は、集計、非集計の考え方、表計算に引き続き、論理関数といわれるものをご紹介していきたいと思います。はい。それでは、簡単なビューを作っていきたいと思います。 え、都道府県で検索して都道府県入れます。そして都道府県ごとに利益率、集計で各都道府県ごとの平均利益率を計算していきます。そして、ここの t ですね。ここをクリックしていただくとラベルがつきます。はい。 ここで新しい論理関数を紹介していきますけれども、論理関数というのは条件分岐ですね。例えば20%を利益率超えている場合には、会社としてグッドですよと、例えばマイナスに触れてしまっている場合にはバッドですよということで、その KPI を わかりやすく色を使ったりですとか、評価をしたりするときに使える関数になります。この計算フィールドの作成をクリックしていただいて紹介していきたいなと思います。はい。それでは、計算1、名称変更して KPI です。そして、ここで IF。小文字でも大文字でもいいですが、 if そして、この利益率括弧集計をドラッグして落とします。ここで利益率括弧集計というのはすでに集計されているので、まあ、さらに集計する必要がありません。例えば、さらに集計されたものをさらに集計するとですね、おそらく計算のエラーになるかなと思います。 サムへの引数はすでに集計であり、さらに集計することはできませんということですね。なので、sum, サムはいりませんということです。になります。で、ここは、大なり0.25、つまり25%を超えている場合には、ダブルコーテーション、もしくはシングルコーテーション、good, else if, この利益率の集計。はい。これが0.08。8%を超えている場合には、まあ、OK。それ以外の場合には、not good。まあ、あまり良くありませんね。ということになります。で、エンドです。はい。これが一つ、まあ、論理関数の ご紹介になります、まあ、集計今回に関しては集計したものに対して論理関数を使ってその評価をするために条件分岐をしてですね作成をしていますでこの論理関数に関しては例えば、まあ、今回は一つの条件ですけれども利益率が25%以上で再購入のお客様が まあどれくらいいるときには good ですよですとか、論理結合、複数の条件に一致する場合というところもえできますし、if もしくはえ SQL をえ使われる方はえーケース文の方が使い慣れている場合もあるかなと思いますが、このケース式で同じような文を書くということも可能になっています。ケース、利益率、集計、 え、ほえ、ダイナリー、え、これが、え、ダイナリー0.25の時にはグッドですよ、ということですね。ま、今回は i f 文で書きました。で、この KPI をですね、え、色に入れることによって、え、このように、え、OK か、え、グッドか、え、どうかで、え、分けてあげるということが、ま、できます。 グッド d は、えー、緑、OK は、えー、そうですね。まあ、黄色、信号、ノットグッドは赤と。はい。これで、えー、うまくですね、えー、使えているということになります。 えー、そしてですね、まあ、こちら、あの、論理関数の上で右クリックしていただいて、ちょっと複製してみていただきたいなと思います。えー、論理関数、2と出ますけれども、えー、例えばここにですね、えー、例えば顧客区分というものを、えー、都道府県を加えてみましょう。列に加えてみます。 そうすると都道府県ごと、また顧客分ごとに、それぞれ評価を行ってくれているわけですね。で、もちろん KPI の敷地は同じです。で、さらに、ま、これをですね、え、例えば、そうですね、ま、出荷モードごとにより細かく見たりとか、ま、ちょっとこれ、あの、見づらくなっちゃってますけれども、え、ま、どんどんドリルダウンして見ていくことが、 でできるわけなんですが、まあ、ここでのポイントは KPI という式はですね、そのまま再利用した形で使えているというところになります。こちらもですね、なぜそれが行われているかというと、先ほどの集計の考え方に、 通ずるものなんですけれども、この利益率確保集計というのは、サム利益割るサム売上げでした。つまり、都道府県愛知と小規模事業所というのが、それぞれのデータのディメンション、切り口になってますので、その単位で売上げと利益を集計してから利益率を算出し、 その値を KPI として0.25なのか8%なのかというところにかけているということになります。ちょっと今回もしつこいかもしれませんが、計算の仕組みですね、を改めてご紹介をさせていただきました。それでは今回論理関数は以上にさせていただきまして、 日付関数を紹介していきたいと思います。この日付関数のシートを出していただきましたら、出荷と見ていただいて、出荷モードを今日に落としていきます。そして、計算式作っていきます。で、ここでですね、まず、 この計算式の名前を変えていきます。出荷までの日数とします。そしてデ t トと打つと、いくつか日付関数の候補が出てくるんですが、今回はデイト DIF 関数というものを使います。でこのデイト DIF というものを日付をクリックしてデータの中に見ていきますと、関数の意味を見ていきますと、 えー、2つの日付の間の差を返すという計算式になっています。えー、ここで、えー、この小読みの単位を指定して、開始日、終了日、そして週の始まり、えーまあ、サンデでを始まりとするのか、月曜日を始まりとするのか、指定ができる。もしくは、まあ、指定しないということもできるんですが、えー、指定しない場合は、データソースに構成される開始日によって計算、決定されると。 ということで、まあえー、こちらはデフォルトでは日曜日になってますね。で、デイトリフで、えー、デイ、えーこ。ここはですね、日付の単位、小読みの単位は、えー、デイです。ダブルコーテーションでデイ。そして、えー、ここで求めていきたいのが、オーダーーカンマ、えー、出荷日ですね。出荷日。はい。 これを落としていきます。そうすると、計算は有効です。ということで、出荷日からオーダー日を引いたときに、2つの日付の差を日付、デイで返すというものになります。でここはデイだけではなくて、デイ、ウィーク、マンス、イヤー、クォーターということで、計算していくことができます。で、ウィーク、 に関しては、もちろん、どの日をですね、週の開始にするかで、ウィークの計算変わりますので、特にウィークの計算の場合には、その週の始まりを意識していただく必要があるかなと思います。でまあ、そこは少し余談でしたが、今回、デイトリフデイ、オーダービ、出荷日です。はい。で、ここでですね、改めてお伝えしたいのは、 これは集計ですか非集計ですかと言いますと、非集計になります。サムやアベレージで、この出荷日とオーダー日、ミニマムとかでですね、くくってないですね。今回これ、何を行っているのかと言いますと、非集計でオーダー日と出荷日を行レベルで計算して、 今回見えてないですが、この横の方向、横にです、テーブルの横にですね、出荷までの日数というものを行レベルで計算しているということになります。まあ、集計して計算するものではないので、今回は非集計で計算しているということになります。で、OK します。で、非集計で計算すると、前半の方で私申し上げましたが、列にこのように落としていくとですね、 合計になっていますね。はい。で、これ t って入れると、この行レベルで集計をしてから、まあ、それをさらに、合計で集計しているので、もちろん、その行 ID ですね。お客様の、出荷モード、選んだ出荷モードですね。が、多ければ多いほど、まあ、出荷までの日数はもちろん当然多くなりますよね、というのは、 今回ここで知りたいのは合計の出荷までの日数というのは知っても仕方ないことなので各出荷モードごとにですね1件あたり平均で出荷までの日数はどれくらいかかっているのかというところを評価していきたいということで出荷までの日数を右クリックして規定のプロパティで集計です デフォルトでは合計になってますが、ここを平均に変えたり、中央値に変えたり、集計方法を変えることができるようになってます。平均に変えて、これを列に落とします。そうすると、ここ小数点に関してはですね、先ほどの規定のプロパティのところで、出荷までの日数、規定のプロパティ、数値形式ということで、ここは小数点を 単位をですね、切り替えてあげること、まあ、可能になってますが、このように算出することが可能ということになります。まあ、即日配送に関しては、おそらく、こちら小数点もっと増やすと、0.0いくつで出荷しているのかなと思います。数値形式。まあ、ほとんど1日経たずに送ってますねと。 ということで,す、ねはい、で、す、え、ね、ー、ここのアベレージ計算に関しては、行レベルで、えー、集計してから、えー、あ、すいません、行レベルで、えー、計算を行ってから、出荷モードごとにその行レベルで計算した、えーまあ、商品 A は3日かかりましたね、商品 B は4日かかりましたね。 他の商品5日かかりましたね。3、3日、4日、5日、計12日割ることの3で平均4日ですね。というような計算を内部では行っているということになります。ここでも改めて、計算を行う上で集計だったのか、非集計だったのかというところを意識していただきました。 で、この日付関数に関しては、今回ワークとしてはですね、以上になるんですけれども、よく使われる計算式としては、このデートアドと言われる、指定された日付を足すと、足したり引いたりするですね、関数であったり、あとはデートパースと言われる関数もよく使われます。これどういう、何 に使うかと言いますと、例えば、よくデータにあるのが、年、月、日というデータが各列、別々になってしまっているという場合ですね。今回のデータに関しては、斜線で何年、何月、何日まで入ってますけれども、それぞれの列がバラバラになっているという場合もあります。 え、それを一つにまとめてくれるのが、この計算式になってまして、デイトパースで、例えば、えー、y、そうですね。これどうやっていくかっていうと、えー、yyyy, mm, これは月ですね。デイとして、えー、カンマですね。で、例えば、えー、そうですね。まあ、 まあ今回、あの、データがないんですが、例えば年のフィールドが、はい、あったとして、年。また、月。はい。足す。足すというのは、これはですね、文字列をつつなげるときに、このようなことが可能になります。で、この年、月、日が分かれているときに、これを行ってあげることによって、文字列の結合をして、そして、それぞれの 単位ですね。頭4桁、yyyy。その次2桁が月。そして最後がデイで日ということで、まあ、これで一つの年月日に対してまとめるっていうことがですね、できるという関数になっていたり。またデートパートに関しては、その日付があったときに、その え、小読みの単位を指定して、その値を返すという、ものであったり。まあ、これもよく使いますね。はい。あとはデートトランケートと言われる関数もよく使います。え、例えば、これはですね、ここ小読みの単位をクォーターで指定すると、データの中身が2004年8月15日だった場合、その、 指定された日付を暦の単位の制度で切り捨てて新しい日付を返すということで7月1日が返されるということですね。はい。えー、ですので、まあ、今回この8月15日で7月が返されるというのは会計年度を例えば1月で考えているんですかね。1234567893の頭で返すといったものになっていたり、 えー、まあ、よく、あのー、ま、いろいろありますね。today という現在の日付を返すという関数もあったりするので、ぜ、ま、ひ、あ、日付関数に関しては、他の問題、まあ、実践的な、あの、問題も通しながら、練習し,してみてですね、使ってみていただきたいなと思います。えー、では、次、文字列関数をご紹介していきます。 ここまでですね、1時間ぐらいでやっていこうかなと思ったんですが、ちょっと解説が、あの、上、ま、調、あ、かつ繰り返しさせていただいているところもあって、まあ、56分経過し、56分ぐらい経過してますけれども、もし、休憩されたい方は休憩取っていただいて、止めていただいてですね、進めていただきたいなと思います。 で次、こちらの文字列関数、かっこ分割というものをご紹介していきます。こちらに関しては顧客名を例えば入れて、売り上げを集計しましょうということですねで。今回この顧客名の文字列関数ということで、何か文字列を操作するための関数なんですけれども、例えば名字と名前で切り離したいっていう場合があったりするかなと思います。 そのような時に、計算式で文字列関数を使っていくことも可能なんですが、こちらの顧客名で右クリックしていただいて、変換ですね。カスタム分割分割とあります。よく使うのはカスタム分割かなと思います。区切り文字を半角ブランク。この生と名の間に半角ブランクが空いているので、このように分割して、 頭だけ取るのか、最後の名前だけ取るのか、もしくはすべて取るのかという選択ができます。すべてにすると分割済み1、2ということで、それぞれですね、この分割の機能を使うことによって文字列を分けてくれます。こちらもよく便利な使える機能かなと思いますので、ぜひ覚えておいてください。 で、この顧客名分割済み1、分割済み2を見てい、ここ見ていただくと、イコール ABC ってなってますね。つまり、計算式で文字列関数を使っているということになります。右クリックで、編集で開いていただくと、これは、タブロンデフォルトの機能で、まあ、書かなくても処理してくれましたが、トリムとスプリットと言われる関数を使って、 顧客名をダブルコーテーションでくくっているのは半角ブランクで区切り文字としたときに、頭の位置を取るということで、名字を取るといったことを自動的に計算を行ってくれているというものになります。これが一つ文字列関数のご紹介ですね。 では、こちら、正にして、こちら、名に、変更、変更していきたいなと思います。では、次、進んでいきます。文字列関数、括弧連結、ということで、はい。ここでは、カテゴリーを行に置いて、サブカテゴリーをまた行に置いて、そして、製品名入れていきます。はい。製品名入れます。 で、例えばですね、このカテゴリー、テーブル、そして製品名、別々のフィールドに分かれてますが、例えば一つにまとめてしまいたいっていう場合ですね、こちらも文字列関数というものを使えますで。先ほどはそのデフォルトの機能で分割を行いましたが、次は連結ということで計算フィールドを作ってですね、 連結させていきたいなと思います。カテゴリー、そしてプラス、そして文字列関数は、このカテゴリー文字列なんですけれども、プラスとダブルコーテーションもしくはシングルコーテーションでくくった値をプラスでつなげていくと、一、まあ、つの文字列関数でつなげてくれます。こちら、シャープ、プラス、製品名、 で、えー、ここが製品情報です。適用です。で、OK でこれを落としていくと、まあ、このようにつなげてくれますね。はい。えー、そして、まあ、売り上げを、例えばテキストに入れて、そして、色に入れて、まあ、ハイライト表とかにしてみましょう。 このような形で、それぞれの文字列をつなげるということが可能です。はい。文字列関数に関しては、そうですね。例えば、contain と言われる、その文字列に何か含まれるときには、true or false で返してくれる値であったり、レフト関数でその指定した数を取ってくるであったり、あとは、正規表現ですね。 え、こちらも、あの、関数として提供を行っております。文字列内で何か操作をしたいときに使える関数ですね。こちらもぜひ覚えておいてください。え、それでは、え、こちら、あの、最後の関門になるかなと思います。え、ね、タブローの l o d 計算ですね。え、タブローを使い始めていただくと、 ぶつかる壁と言いますか、理解するのが少しだけ難しい。まあ少しではないですね。なかなか難しい計算式になりますが、こちら取り組んでいきたいなと思います。ご紹介させていただきます。で、LOD に関しては、これはレベルオブディテールと言われる、まあ、英語の略でですね、LOD 計算。レベルオブディテール計算。 というものになっております。計算集計をビズとは異なる詳細レベル、まあ、レベルオブディテールというのは詳細レベルなんですけれども、で行うことを LOD というふうに呼びます。この計算集計をビズ、このビズとは何かというと、今まで私たちが作ってきたこのビュー内のことをですね、ビズというふうに 読んでいます。まあ、ビューと置き換えていただいた方がわかりやすいかもしれません。えー、その LOD の、えー、まず、計算フィールドの中での記述方法は、インクルード、エクスクルード、フィックス d を指定して、まあ、その中のいずれかを指定して、ディメンションを宣言して集計式です。えー、例えば、フィックス製品カテゴリーで、えー、コロン、サム、カッ売上げ、ダイナリーカッというのが、 例えば一つの書き方になります。それでは LOD 紹介をさせていただきます。はい。そうですね。例えば顧客名をまず行に落としていきましょう。そしてカテゴリーを落としていきます。 えー、そして、えー、そうですね、えー。売上をテキスト表にして落としていきます。はい。えー、そして、さらにですね、ここから、えー、計算フィールドで LOD 計算、早速使っていきます、えー。計算フィールド出していただきましたら、 この計算1の中に FIXED f i x d と書いていただいて顧客別売上と書いてください。で、ここで FIX と入力すると、ここに f i x d と出てきますので Enter でダイナリー括弧ですね。 で、フィックストの中に指定するのは顧客名です。ディメンションをまず宣言します。ディメンションと言ってるのは、この不連続と言われるデータの切り口となる値ですね。で、フィックスト顧客名、コロン。はい。で、えー、サム。えー、まあ、これサム書かなくてもよかったですね。左から持ってきましょう。OK、売り上げ。して、ダイナリックです。 はい。これで計算は有効ですということになります。このようにフィックストディメンションを宣言して、集計式ですね。サム、売上げでくくると。で、こちら早速、このテキスト表に落としていきます。そうすると、これ何が起きているのかというとですね。 この顧客ごとに2182188558で固定されているっていうことが確認できるかなと思います。この値というのは、それぞれのですね、カテゴリーごとの売り上げを集計した結果をここに入れてくれているということになります。この317127に関しては、こっからここまでの値。 ここで集計されたこの結果とここ一致しますけれども値が出ていると。で、ここでお伝えしたいのは先ほどのスライドの意味になります。計算集計をビューとは異なる詳細レベルで行うこと。今回のこの計算集計というのは 顧客名とカテゴリーごとに行われているべきものですね、本来は。ですので、売上げを入れると、顧客名とカテゴリーごとに売上げが集計されるわけです。ですが、LOD というのは、計算集計をビューとは異なる詳細レベル。つまり、詳細レベルと言っているのは、この顧客名とカテゴリーという詳細レベルで、計算と集計が行われるんですが、 それとは異なる値で、範囲、異なる詳細レベルで計算してくれているというのが、この LOD 計算になります。はい。こちらよろしいでしょうか。本来は顧客名とカテゴリーで計算を行われるべきところをですね、異なる詳細レベル、 で計算しててくれている異なる詳細レベルと言っているのは何かというと、えー、顧客名という単位で集計してくれということですね。えー、つまり、えー、このカテゴリーという詳細レベルは無視しているということになります。で、えー、この計算式を振り返りますと、まあ、フィックスとエクスクルード、インクルードっていう3つあるんですが、えー まあ非常にわかりやすいですね。固定するって考えると、フィックス、固定ですね。顧客名という詳細レベルで、サムの売上を集計して固定してくださいね、ということが言われていますえ。つまり、このビュー内の詳細レベルが何であったとしても、私が欲しいのは顧客ごとの売上なんですよ、ということで固定しているということになります。 ちょっと今回もしつこかったかもしれませんが、はい。もう一つ計算式を書いていきます。エクスクルード。はい。そして、え exclu、ー、exclu で。そして顧客名、コロン、えぇ、sum の売上はい。で、ダイナリック格好です。 エクスクルード、顧客別売り上げとします。で、これ保存します。で、これ落とします。はい。えー、そうすると、まあ、これ何が起きているのかというと、エクスクルードなので、えー、つまり、省く、除外するという意味になりますけれども、その、 え、顧客を指定しましたよね。ディメンションの宣言は、エクスクルード顧客でした。顧客という詳細レベルを無視して売上を集計してくれという式を書いたということになります。つまり、ここに顧客名カテゴリーがあったとしても、顧客というデータの計算の単位は無視してくださいねということを言っている。つまり、顧客名という 計算と集計の単位、詳細レベルを無視すると、算出される値はカテゴリーだけが影響されることになるので、このカテゴリーごとの結局集計になるわけですね。はい。このカテゴリーで同じ結果が算出されていることがわかると思います。はい。ここまでがまず LOD の考え方になります。 それではここまで理解していただきましたら、一旦 LOD の概念で計算を行っていただきたんですけれども、ここから、じゃあこの計算ってどういう時に使うのかというのを一例として、いく、二つですね、ご紹介していきたいなと思います。それでは LOD の include という計算式を使って、まあ、使い方ですね、 ご紹介していきます。例えば、カテゴリーを行に入れていただいて、知りたいのは、各カテゴリーごとの1人当たりのお客様の平均売上高を知りたいです。どのように計算を行いますでしょうか。はい。それでは、売上をですね、じゃあ列に入れて、これを平均 に変えたらいいのではないかと思うかもしれません。ここで出ている値は何かわかりますかね。カテゴリーという単位で平均売上高を算出している。これはつまりですね、売上1レコードあたりの各カテゴリーの平均売上高を 見ているということになるので、つまり1アイテムあたりの平均売上高になるかなと思います。よろしいでしょうか。この1レコードが、そうですね、この1アイテムごとになるので、家具で見たときに、家具、各家具ですね、各製品ごとの売上高があって、 売上高を平均値化すると、各1レコードごとの売上になるので、それはつまり、各製品ごとの各カテゴリーの平均売上高、売上高の平均ということになります。なので、この平均売上高ではダメなんですね。では、どうするかというと、計算フィールドの作成を行っていただいて、インクルードという計算式を書いていきます。 えー、顧客、イン、オット、インクルード。はい。保管で、えー、補って、インクルード。えー、顧客名、えー。コロン。えー、サムの。売上。はい。かっこです。で、えー、ここではインクルード。顧客別。 売り上げとします。はい。で、えー、ここですね。まあ、そうですね。一人当たりの顧客別の売り上げを見たいんですが、えー、まあ、集計方法を平均にしてもいいですし、えー、ここで AVG、アベレージでくくってしまっても平均値になるかなと思います。 はい。avg、平均。平均と。します。で、これをですね、列に落としていきます。そうすると、このような値が出ると。116,285円ですね。ということですね。はい。で、これ先ほどの平均の売上高と比較すると、 まあ、値は大きくなっていると思います。えー、しっかりと、まあ、一顧客あたりの、えー、売上の平均が取れているのかっていうところ、まあ、非常に気になりますね。えー、こちら、シートを複製していただいて、えー、この顧客別の売上の平均外してしまって、そして、えー、顧客名をここ入れてですね、 そして、売り上げをまず集計します。はい。で、アナリティクスで、平均線を、ペインですね。このペインと言ってるのは、表にすると、すべてのカテゴリーまたいだ、一人当たりのお客様の売り上げ平均になるので、ペインにすると、このカテゴリー、家電ってこう、それぞれですね、こう、範囲が、どこですかね。 ま、ここら辺で分かれてるんですけど、ここの範囲で、ペイント、それぞれの範囲をペイント呼んでるので、各カテゴリーごとに平均を計算すると。はい。で、これで見ましょう。そうすると、家具の一人当たりのお客様の売上平均は116,285。家電は 116,886。はい。うまく算出ができているということがわかります。で、この値が欲しいときに、このように表にすべてのお客様を並べて平均線を引く。ウィンドアベレージで出す。もちろんそれはできるんですが、この顧客名を入れなくてもですね、インクルードを使うことによって、その値が取れているということになります。これが LOD の強力なところで、 これはつまりですね、顧客名というディメンション、詳細レベルが入っていなかったとしても、それを無視してですね、include という計算式の中に、このディメンションの宣言をすることによって、include なので含めるですね、このディメンションを集計の値に含めてくださいね、ということを言ってるんですね。 えなので、これはお客様ごとに売上を集計して、そのアベレージを取ってくださいね。というですね、式になっているということになります。よろしいでしょうか。なので、顧客名というえビュー内にこの詳細レベルがなかったとしても、それを含めた上で計算を行ってくれると。 という非常に強力な関数になります。はい。それでは最後に、コホート分析をご紹介していきたいと思います。コホート分析というのは、各お客様ごとにですね、初めて買った日があります。2017年に買った人もいれば、2018年に買った人もいる。 で今年は2022年ですけれども、2022年の売上高は、えー、2017年に買った人の売上何パーセント占めているのか、2018年に初めて買ってくれたお客様が何パーセント占めているのか、えー、今年になって初めて来てくれたお客様は何パーセント占めているのかという、えー ことをですね、分析できるのが広報と分析になります。それでは、こちらをですね、見ていきます。売り上げを入れて、そして、オーダービー入れていきます。はい。そして、棒グラフに変えます。で、ここで、え、ー もうちょっ計算フィールドを先に書いてしまいたいなと思います。えー、フィックスト、えー、顧客、名、コロン、そして、えー、ミニマム、オーダービー、で、えー、鍵カッコです。えー、コホォート、カッコ、初回、 購入日、1人当たりのお客様を、オーダー日をミニマムで固定するという計算式です。これを行うことによって、色に入れていくと、2018年の売上高というのは、初めて来て買ってくれたお客様の売上はこれだけ。 2015年はこれだけということで、まあ、かなり3年前にですね、初めて買ってくれたお客様で50%以上を占めているっていうことがわかります。売上をもう一度入れて、こちらを簡易表計算で合計に対する割合。これで、ここで100で計算しているので、今回の表計算の振り替えになりますけれども、 次を使用して計算で表したにすることによって、このパーセンテージで見れます。ラベルをつけていくと、2018年の売上高は、2015年のお客様、初めて買ってくれたお客様で65%を占めているということがわかるということになります。では、この すべてをクリックして、コホートではなくて、単純にオーダービーをこの色に入れると、2018,2017,2016,2015。まあ、こうなってしまうわけですねで。これってなぜかというと、2018年のオーダービーで見たときに、もちろん、この詳細レベルで見ている。まあ、2018、オーダービーという詳細レベルで、 データを見ているので、この2018年に含まれているお客様のレコード、買ったレコードというのは、もちろん2018年のどこかの日付で買っているわけなので、2018年しか出ないですよね。ですが、まあ、先ほどの計算式では、オーダービーという詳細レベルがあって、2018年で見ているんだけれども、 2018年で見たときにも、えー、なんていうんですかね。2017年に買ったお客さんなんですよって固定してるんですね。もう一度式を見ると、顧客ごとに固定してます。えー、ミニマムのオーダー日で、ということですね。で、これ、あのー、 ま、見ていきます。どういうことになっているのか。顧客名を行に入れてですね。このオーダービーを、Mac はオプション、Windows はコントロールをしながらドラッグドロップ。そして月、日、年と、こちらクリックします。このアクイさんは11月15日に買ってます。2016年7月にも買ってます。2018年にも買ってます。ですね。 で、この個包と初回購入日と言われる LOD 計算を使ったものを入れます。Mac Option Windows Control ですね。年月日、年月日で見ます。そうすると、2015年1月21日ですべて固定されてますね。 2015年11月15日、2018、9月10日に買っているので、ここも本来2018、9月10日が出るべきなんです。なぜかというと、この顧客ごとまたオーダー日ごとに詳細レベルが切られているので、えー、例えば売上を入れればですね、テキストに入れます。この売上というのは、 9月10日の売り上げなわけです。ですが、11月15で固定されている。このように固定することによって、2018年にというオーダー日で、先ほど見たときにも、この人は2015年に買ってますよということになっている。なっているというよりは、2015年の初回購入日なんですよ。2015年に買ってくれたお客様なんですよ。 といいいうう固定ができているということになりますこちらも一つ LOD 関数を使うことによって実現できるマーケティング領域での一つの活用方法ですねご紹介させていただきましたはいそれでは1時間半という長い時間にはなりましたが集計と非集計タブロー のネクストステップということで、集計と非集計という考え方、また表計算機能、論理関数、日付関数、また LOD という関数をですね、紹介をさせていただきました。ぜひ、皆様の業務の中でですね、使える関数あれば使っていただき、また、こういった関数があるといったところから計算フィールドを開いてですね、 使える関数がないか、ぜひ見て、トライしてみていただきたいと思います。これからの学習ですけれども、ぜひですね、実践を通して学んでいただくのが一番かなと思います。皆様の業務の中での疑問に対してそれを解いてみるというところももちろん一つですし、その自分自身が知らない え、知識であったり使い方を学んでいただくときにですね、え、こちらタブローで行う表計算トップ10ですとか、LOD 表現トップ15ということで、この表計算や LOD というのがどういうところで使えるのかという例題が上がっています。え、こちらですね、ワークブックになってまして、え、それぞれ各10問、15問ずつお題があってですね、 各作り方、まあ、英語ではあるんですけれども、まあ、解説があってですね。そしてこちらはワークブックとしてダウンロードすることができるようになってますので、今回のこのライブトレーニングリソースでワークブックダウンロードしていただいて、開いて取り組んでいただいたようにですね。こちらの計算式どういった仕組みになって、この ま、値が算出できているのか、見ていただくことができるようになってますので、ぜひこちら使ってみていただきたいと思います。それでは90分という長い時間にはなりましたが、今回の初めてのタブロー、計算入門の解説を以上とさせていただきます。お疲れ様でした。